従来型改札機、新型改札機、タッチゴーの動きアイクスカは、宮城県仙台市を中心とする地域に導入されている IC カード乗車券、仙台市交通局が発行する。なお、アイクスカは、仙台市の登録商標となっている。2019年12月末現在の発行枚数は、約73万枚。 2014年12月1日より発売された仙台市交通局を発行元とする仙台県エリアの IC 乗車券。伊達家の水玉模様人羽織と森の戸から緑色の水玉模様があしらわれたカードデザインとなっている。また、伊達家の家門である竹にスズメと警戒に移動できるイメージからキャラクターにはスズメが採用された。カードデザイン及びカードキャラクターは いずれも仙台市在住の画家、菅野舞子が手掛けた。同年12月6日より地下鉄南北線に先行して導入。翌2015年12月6日より地下鉄東西線、市営バス、宮城交通でも導入された。2016年3月26日からは、スイカ仙台エリアとの相互利用を開始した。全国相互利用サービス対応カードについては、将来的に、 相互利用対応になることも見据えているものの、現在のところ語り用のみとなり、相互利用の予定はない。2016年3月26日より、全国相互利用サービス対応カードを、アイクスカエリアで利用することは、可能になるが、逆にアイクスカを、他の IC カードエリアで利用することはできず、スイカ首都圏、新潟エリアでもアイクスカは利用できない。また、 新幹線及びおでかエリアと JR バス東北岩手グリーンパスエリアの利用についても対応していない2013年8月から9月にかけて IC 乗車券の名称を公募し仙台弁で行きますかまたは行きましょうを意味するいくつかと英語で小旅行、遠足を意味するエクスカーションと合わせたいくつかが採用2014年2月にカードデザインとともに 英字表記のロゴ、アイクスカが公表された。自動券売機無記名式アイクスカ、記名式アイクスカの2種類が発行される。カード本体の発売額は、1000円、2000円、3000円、5000円、1万円の5つで、それぞれ500円分のデポジットが含まれる。デポジット分は、アイクスカを返却する際に返金される。券売機等ですぐに購入できる。記名式アイクスカに、 変更可能。紛失時に再発行することはできず、再購入する必要がある。バスでのサービス開始以降は、交通局のバス車内での購入も可能だが、2000円カードのみとなっている。また、スーパーマーケットのサービスカウンターなどで販売されている分についても、2000円カードで販売されている。名前等の情報を記入して利用することで、 定期乗車券等としての機能を付加することができるほか、紛失時に再発行することもできる。2015年12月6日以降発行分について、学と仙台フリー一発は、記名式アイクスカに切り替えられた。記念アイクスカアイクスカ付け身分証明書2015年12月からの利用範囲拡大に合わせ、身分証明機能を搭載したアイクスカを販売。学生証や、 社員証に IC 乗車券としての機能が合わさったもので、IC 乗車券としてだけでなく、学校や企業での入退室管理や出欠、出退金確認等としての活用が見込まれる。は、発行事業者。その他の利用可能事業者、路線なお、新幹線と気仙沼線、大船と線 BRT 区間、JR バス東北、岩手県交通では、あいくつかを利用できない。 また首都圏や新潟エリアでも利用できない IC 乗車カード総合利用関係交通系 IC カード全国総合利用サービス対応カードをアイクスカエリア内で使用可能である原則としてたカード対応エリアでアイクスカを使用することはできない1000円2000円3000円5000円1万円のいずれかの金額をチャージすることができるチャージ上限金額は ポイント付与分を合わせて2万円。アイクスカ導入に合わせてポイント制度を開始。付与されるポイントは利用の翌月10日から1年後の月末までの有効期間内にアイクスカにチャージすることで1ポイントイコール1円として運賃の支払いに用いることができる。ただし、定期乗車券の有効期間内を含む利用や経路、触れ合い乗車証による利用はポイント対象外となる。 基本ポイント利用ごとにたまるポイント。ポイント付与率は、地下鉄、市営バス、宮城交通路線バス、同社高速バスそれぞれの利用回数に応じて、段階的に増加する。仙台市交通局と宮城交通で、ポイント付与率は異なるが、付与される。ポイント自体は合算され、ポイントをチャージする際に一括される。ループル、仙台や、シャトルバス、JR 線等は、 ポイント付与の対象外。券売機によって切符を購入した場合や、バスで同乗者分の運賃を生産した場合には、付与されない。乗り継ぎポイント東西線開業時に導入。60分以内に地下鉄とバスを乗り継ぐことで、2回の乗車を一組として30ポイントが基本ポイントに加えて付与される。ただし、いずれか一方でも、区間が、 定期券区間内と重複する場合には適用外となる。かつて現金もしくはスキップカードでバス、地下鉄南北線を相互に乗り継いだ場合に適用されていた乗り継ぎ割引制度の後継にあたるものである。フェリカポケット搭載を活用し乗車券以外としての機能を後付けする動きが見られる。前日のアイクスカ付け身分証明書もこの例の一つ。アイクスカには 電子マネー機能は付与されていない。2017年現在、仙台市地下鉄の一部の駅構内では、スイカ等の交通系電子マネー決済が可能な、店舗や自販機、コインロッカーが設置されているが、これらについてもいくつか決済は不可能となっている。デートバイク会場キー、仙台市都心部で導入されている、コミュニティサイクル事業、デートバイクにて IC カード対応自転車に限り、 電子上の会場キーとして利用できる。アイクスカ残高から利用料の支払いを行うことはできない。マルッとポイントサービス2015年3月9日より東北、北陸地方で交際道が展開する共通ポイントサービスマルッとを導入。マルッとサービス加盟店でアイクスカを提示することにより購入額に応じてマルッとポイントが付与され、 1>, 1ポイントイコール1円として利用できる。なお、まるっとサービス加盟店での支払いにあいくつかのチャージ残高を充当することはできない。まるっとについてはまるっとナビを参照。交通 IC パークライドサービス2015年4月1日よりタイムズ24が展開する交通 IC パークライドサービスを仙台市泉中央駅前駐車場にて導入。 同年12月6日より、荒井駅前駐車場、八木山動物公園駅駐車場に、2016年4月15日より、荒井駅前第二駐車場においても導入された。当日地下鉄を利用した、アイクスカを用いて、駐車場出行時に出口生産機でかざすと、駐車場料金が100円となる。乗降履歴を用いたシステムとなっており、アイクスカ定期券も対象に含まれる。 パークライドの促進が見込まれている。レールカーシェア2015年12月15日より、タイムズカープラスによる、アイクスカレールカーシェアを、荒井駅前駐車場ステーションにて導入。2016年4月20日より、荒井駅前第2駐車場ステーションでも導入された。当日地下鉄を利用した、アイクスカを用い、改札口の出場記録を紹介することで、 206円の料金優待サービスが受けられる。ありがとうございます。